にちは、ミニマリストミニアンタートイプードルのジャスミンです。最近はジャスミンはこの時のお手をするようになりました。本日はですね、ミニマリストが教える服の減らし方、手放し方という話です。こんなお悩みありませんか？そろそろ夏なので衣替えをしたい、邪魔な冬服を整理したいな、クローゼットから服が溢れています、そんなお悩みありますよね。服って結構買う時に思い出があったりするものなんで、なかなか捨てづらいんですけど、なんといってもかさばります。ですので本日はですね、そういった心とうまく付き合いながら服を減らしてスッキリする方法についてお話しします。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はですね、洋服の手放し方ですので、私も洋服捨ててスッキリしたよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。また私は月に1回交流会を開いています。お茶会みたいな感じでですね、楽しくワイワイお話ししています。皆さん一人で来られる方が多くて、20代から60代の男性女性幅広くいらっしゃいます。投資やミニマリズムについて語れる仲間がいますので、ぜひいらしてもらえればと思います。こちらは毎月月の頭にですね、月初に募集となっております。今までコミュニティ欄で直接募集していたんですけど、そうするとですね、コミュニティ欄にこう貼り付いてなきゃいけないとか、あとコミュニティ欄が流れてしまうっていうのがありましたので、 LINE アットを作成しましたので、こちらの LINE アットを登録いただければですね、交流会の募集が来たら通知が飛ぶようになります。これで流れないようになりますので、ぜひこちらね、概要欄にも載せておきますので、交流会参加したいよっていう方は LINE アットに登録いただいてお待ちいただければと思います。毎月ですね、1週間以内ぐらいには満員になってしまいますので、通知が来たら早めに申し込んでいただければと思います。それでは本題いってみましょう。まず最初に話さなければいけないのは、服はかさばるという点ですね。小物と違って洋服ってボリュームがね、やっぱ多いですよね。しかも置いとくだけでこうカビが発生したりとか、虫食いも発生したりして嫌ですよね。捨てるのももったいないから、結局収納用のタンスみたいなのが増えていって、収納はねどんどん増えていって、綺麗に入ったつもりが家はどんどん狭くなるみたいになりますよね。結局そうするとタンスの奥に何が入ってるか分かんなくて、こう開けて、うん、ちょっとそっと閉じるみたいな、もう重なっててよくわかんないみたいな、同じようなやつよく買っちゃうとかなりますしね。あともう畳んであるからヨレヨレで着たくなくなったりとか。で、そして服はたくさんあるはずなのに、いざ出かけようと思ったコーディネートがうまく考えられなくて、私に合う服が全然ないと思って、服があるのにないっていう状態になってしまいます。このポイントとしては、洋服ってこういう風にどんどん増えていって、部屋とですね、心を圧迫していくという点です。続いて、じゃあ服をですね、もう気持ちよく捨てていくっていうことをもうしないといけないですね。なので洋服を捨てたいんですけど、捨て方がわかんないと思うので、まあこういう順番で捨てていくと気持ちよく比較的楽に捨てられますよって話をしたいと思います。まずポイント一つ目ですね、ゴミになりかけているものから捨てるという点ですね。例えば、穴が開いた靴下であるとか、穴が開いたズボン、紐とか布とかがもう伸びてしまっている下着とか、洗濯してヨレヨレになってしまってもう型崩れして原型がない服。あとはもう毛玉が取っても取れなくなってボソボソになったセーター、そして履き心地は良かったんだけどもう汚れてしまって穴が開いたりとか擦り切れたりしてる靴ですね。あとはもらい物で溜まっている謎のエコバッグです。もうこれら今言ったやつは全部ゴミです。なので捨てましょう。人からあんたそれはゴミだよって言われると捨てられるようになりますので、よく考えたらこれ絶対ゴミなんですよ。なのでまずゴミを捨てましょう。続いてポイント2つ目はですね、迷惑なものを捨てましょうという点ですね。どんなものが迷惑かっていうと、まずですね、その服がダサいということですね。そのダサい服を着たら私もダサいと思われてしまうので迷惑な服です。なのでこれも捨てましょう。あとは近いですけど、流行遅れ、トレンド遅れなものですね。今それ着るの、あの時めっちゃ流行ったけどみたいな、そういうのも着ていて周りの目が気になってしまいますし、気持ちよく着れないので捨てましょう。逆にトレンドすぎる服ですよね。それ今流行ってるよねみたいな、みんなそれ着てるみたいな、まあそれがまだ10代とかだったらいいんですけど、40代50代になってくるとちょっと恥ずかしいなって気持ちにもなってきますので、トレンドすぎる服も恥ずかしかったら捨てましょう。続いてはサイズが合わない服ですね。ダイエットしないと到底履けないズボンとかスカートとか、あとなんか袖が長すぎる、私とか体がちっちゃいからよくあるんですけど、袖が長すぎてダルンダルンにお化けみたいになってるとか、そういうの本当ね、自分にとってその服は迷惑ですので捨てましょう。で、あとはもう単純に似合わない服ですよね。私とかがなんかピンクのフリフリとか着てももう30後半だし似合わないわけですよ。まあそういう似合わない服とかっていうのは捨てましょう。で、あとやっぱ迷惑なのが合わせづらいものですよね。なんかガラパンとかがそうですけど、この服合わせづらいなっていうのはやっぱ洋服の中でもそいつ迷惑ですので、そういうのは捨ててしまいましょう。であと
とは洗いづらいものですよね。これ迷惑ですよね。洗ったらすぐ縮むやつとか、色落ちして他に汚染していくやつとか、装飾がねついててなんかそこがどんどん取れちゃうやつとか、クリーニングじゃないと絶対ダメとか、家でも洗えないとか、そういうものはね非常に迷惑ですのでやめましょう。あとは着心地が悪いやつですね。着るともうチクチクして痒いみたいな、結構セーターとかでありがちですけど、本当迷惑になっちゃいます。一日気になって痒くなっちゃうのでやめましょう。あとは今持ってる下着と合わないやつですよね。このワンピース着るとめっちゃブラヒモ見えるとか、パンツが透けるとか、そういうのって今持ってるやつと合わせづらいし、下着もセットで買わなきゃいけないとか、めっちゃ着る機会を選ぶので迷惑なのでやめましょう。あとは種類が違う靴下がたくさんある状態ですよね。これもあれこれとこれ合わない、あれでもない、あ片方しかないとか、結構探したりとか洗濯物しまうのに手間になるので迷惑なのでやめましょう。あとは家の中でしか絶対着れない服とかですよね。家の中でしか着れないと、ちょっとコンビニ行くとかいう時にも着替えなきゃいけないので結構めんどくさくなってしまうのでやめましょう。あとは汚れやすい、もう真っ白の服ですね。真っ白のワンピースとか真っ白の靴とか可愛いしかっこいいんですけど、もうすぐ汚れて汚そうに見える、私自身がなんかこうちゃんとしてない、清潔感がなさそうに見えるので、真っ白だったら清潔感があるので、ちょっとでも汚れてたらガサツな人に見えてしまうのでやめましょう。ウニクリームパスタとか食べれないですからね。次は痛い靴ですね。なんか靴って着型が全然違うから合う合わないが極端じゃないですか。痛い靴は本当に迷惑なのでやめましょう。あと重いバッグ、重くて硬いバッグ、使いづらいバッグとかですね、これ系も持ってるだけで体力奪われるし痛くなってしまうので迷惑なのでやめましょう。あとはですね、こう着られるシーズンが秋と春みたいな、めちゃめちゃ短いよ秋みたいな、秋って大体1年で2週間ぐらいしかないだろうみたいな、そういうですね限りなく着られるシーズンが限られてる服っていうのは、それ以外の期間をクローゼットの中で幅を取るわけですが、一瞬しか着れなくて、結局土日の休みだけで考えたら1年間に2回くらいしか着れないとかなってしまいますので、まあそれ本当にね家賃泥棒になってしまいますので、そういうのはやめましょう。こういったね洋服っていうのはあるだけ私にとって迷惑ですので、まあそういうのは捨ててしまいましょう。続いてポイント3つ目は、今の私には必要ないものですね。どういうものかっていうと、例えば複数のアウターとかですね。結構これあるあるなんですけど、アウターが10着ぐらいあって、でもあったかさとか着心地の良さとかデザインで考えるといつもこれしか着ないっていうの結構ありますよね。アウターって見た目が一番外側で目立つから、デザインも施しやすいのでいろいろ買っちゃうんですけど、結局皆さん1着ぐらいしか着ないので、今必要ないですし、もう今後も必要ないので着ないアウターは捨てましょう。あとは同様に履いてない靴ですよね。靴も靴単体で見るとめっちゃデザイン凝れるから可愛いんですよ。でも全身でコーディネート考えると、靴だけ目立ってるとめっちゃ使いづらかったりとかするので、履いていない靴っていうのでそういうの溜まっちゃったりしますから、そういうのは捨てましょう。あとは同様にもう使っていないバッグですよね。バッグも単体で見ると可愛いんですけど、コーディネートしづらいとか、これに合わせる服がないとか結構出てきちゃって、結局物を入れやすくて軽くて持ち運びしやすいのはやっぱこれみたいになりますので、そうじゃないものは捨てましょう。今話したようにゴミになりかけてるもの、迷惑になるもの、今の私には必要ないもの、こういったものをね捨てていきましょう。このポイントとしては、捨てるべき服リストに沿って捨てていけば簡単ですよっていう点です。続いてはですね、じゃあ残すべき服の探し方ですね。どういったものをね残していくべきなのかっていうのもお話ししておきます。まずね、一つ目大事なのはお気に入りを見つけるという点ですね。もうね、まず服がねありすぎて、どれがお気に入りでどれがお気に入りじゃないかよくわかんないですよね。なのでおすすめとしてはですね、お気に入りランキングをつけるという点ですね。昔 SATC っていうセックス・アンド・ザ・シティっていうドラマが流行ったんですけど、まあそれでキャリーがクローゼットの服をこう片付けるときに、他の親友と一緒にですね、洋服のこのファッションショーをしたんですね。それは残す残さないっていうのを友達に決めてもらうみたいな、丸バツつけてもらうみたいなありましたけど、まあそれでね改めて着てみると、お気に入りだとか似合ってる似合ってないとか見えてきますので、一回ですね自分の洋服をこう並べてみて、お気に入りランキングをつけてみましょう。上位3つぐらいとそれ以下ってかなりの、ね、差がありますので、上位3つぐらいを休日用のお気に入りデートコーデとして残しておきましょう。それ以外の休日しか着れないような服、お気に入りじゃないものっていうのは手放しましょう。続いてはですね、平日用の服は私服の制服がおするという点ですね。平日が制服の方はねすごく楽で服も少ないって皆さんおっしゃるんですけど、平日も私服で仕事されてる方が服がパンパンになりがちなんですよね。平日はですね、もういいです、おしゃれしなくても、決めちゃいましょう。平日はですね、おしゃれしたって着心地悪かったりすると仕事に差し支えますし、服ばっか増えちゃって朝のコーディネート考えて脳みそも疲れた状態で出社することになりますので、平日はもう私服を制服化して、もう脳みそすっきりさせましょう。まずですね、平日に仕事着にしたい服っていうのを1コーデ決めましょう。着やすくて飽きなくて自分が好きな服ですね。デート着じゃなくて仕事着として最適なものを決めましょう。私だって今のこれがそうですね、黒い上に
下はロングスカートですね。まあ、これだとロングスカートなんで仕事としてはどこにでも一年中ね使えますし、大体会社行くとみんな同じような格好してます。そしたらですね、次にそれに合わせて同じ服をたくさん揃えるって点ですね。私だと下のスカートは1週間に1回しか洗わないので、中に着てるこのインナーですね、この GU のキャミソールですね、これを7枚持っています。こういう風にしてですね、同じものを揃えてあげることで制服ができます。まあ大体多いのが上は T シャツ同じの5枚で、下スカート1枚もしくはズボン1個みたいな感じで分かりやすく決めます。このように休日に着る自分のお気に入り用のコーディネートと、平日にする私服の制服化っていうのをすることで残す服が分かります。ここのポイントはお気に入りの休日コーデと平日の私服の制服化をしましょうということでした。続いてはですね、実際に私が持ってる20着の服っていうのをお話ししたいと思います。私の場合はですね、夏何着冬何着っていう持ち方ではなくてですね、もうオールシーズン年中使えるものっていうのをなるべく持つようにしています。まあ、そうすることでクローゼットが非常にねすっきりしますよね。クローゼットの衣替えをすることによって、もう冬物を夏の間はなんかどっかに預けるとかしてる人もね結構いますけど、私の場合はどこかに自分のものを預けてるってことは一切ないです。なんか実家に物あるんでしょとか言われることあるんですけど、実家はなくてですね、実際その私が昔子供の頃住んでた家ってもう売却しちゃってんですね。でその後親はもう引っ越しして、親の家があるだけで私の部屋とか私のものっていうのは一個もないです。なので親の家はあるけど実家はないっていうのが本当で、その親の家にいたところで親の家なんで、私の部屋もなければ私の服も置いてないです。なんか収納サービスとかも使っていないので、私の家にあるものが私の全てです。そんな中でですね、オールシーズンで20着程度っていうのを持っています。こちらはクローゼットの写真なんですけど、持ってる服はねもうこれで全部なんですよ。一個一個どういうものがあるかっていうのを紹介します。まずですね、 GU のキャミソールがこちらですね。先ほど話した通りレースキャミソールっていうのが7枚あります。まあ1日1着着てって1週間に1回コインランドリーで洗濯します。そして今履いているレアポワードのスカートですね、こちらが1枚あります。これも1週間に1回洗います。続いてですね、ご近所用の服かつ家の中で着る服っていう部屋着が1枚あります。部屋着も本当にジェラートピケみたいな感じ、可愛いですけどコンビニとかに着てけないじゃないですか。なので外にも着てけるようなものっていうのを1着持っています。続いてですね、私週3でヨガ行っています。でヨガ行ってる間にコインランドリー行きますので、ヨガの T シャツっていうのが4枚あります。続いてヨガパンツっていうのが2枚あります。なんでこれ1週間ずつ交代してる感じですね。続いてワンピースは休日用に1枚あります。先ほどお気に入りのやつ3着残していいよって言ったんですけど、私結局土日片方しか外に出ないので1枚しかありません。続いて靴下が3組あります。これは雨の日に履く用ですね。雨の日用の靴に合わせて履くので、週3以上雨があるってことそんなにないので3枚あります。まあ雨の日外出ないこと多いですしね、休日ぐらいですよね、ちゃんと靴下が必要になるのは。続いてオールバーズのスニーカーですね。私はですね、結構靴下が嫌いなんですよ。なのでこのオールバーズのスニーカーはウールでできてて、すごく通気性が良くてですね、裸足でも履けるよっていうことで買いました。あとは雨用の靴が1個あります。そしてもう少し小物の話すると、オレットチェーンバッグが1個あります。メインのバッグはこれ1個で、あとはパソコンケースとしてクラッチバッグですね、ちゃんとパソコンケースとして作られてるクラッチバッグが1個あります。あとは旅行用のボストンバッグがあるんですけど、大きいものじゃなくてですね、すごく薄くて、旅行とかでよくセカンドバッグでお土産袋みたいな感じのすごく薄いペラペラのやつが1個あります。これ小さく畳んで1個保存しています。で旅行はもう最近コロナで全然しないんですけど、何か大きい荷物運んだりする時とかにこちらを使います。これが全部オールシーズンで使っているやつで、あとは夏用冬用専用っていうのも少しだけあります。夏専用としては今着てるこのカーディガンですね、これがですね冬以外の時に着てる短い半袖のカーディガンっていうのが1個あります。あとはウエッジソールのサンダルを夏になると1個買うようにしています。で夏ずっとそれ履くので、夏終わったら大体捨てちゃうか1年か2年ぐらいで捨てちゃいます。あとはですね、麦わら帽子が1個ありますね。続いて冬用ですが、冬用は長袖のカーディガン、カシミヤのカーディガンがあります。あとはダウンが1個あります。ライトダウンなので、今は小さく畳んで押し入れの上の方に入れています。無印良品で買った薄手のライトダウンがあります。でライトダウンだけだと寒い時部屋で着るのカシャカシャして嫌じゃないですか。だから部屋で着る用としてフリースがあります。冬場はですね、このフリースの上にさらにライトダウンを着るっていうので、もうすごく寒がりなんですけど、めっちゃ寒い日でもこれで大丈夫です。であとは最後にストールがありますね。これはまあワンピースの時とかに組み合わせたりとか、まあとにかく寒がりなんですよ。なのでカシミヤのストールがあります。結構小物もね入れちゃいましたけど、洋服としては20着ぐらいで収まっています。ここのポイントとしては、なるべくこうオールシーズン使えるもので揃えていけば全部で20着ぐらいで済むという点ですね。ヒートテックとかねないんですかとか聞かれるんですけど、全然ないですね。カシミヤのカーディガン上から着たらだいぶあったかいので、ヒートテックとかも持っていません。
はい、というわけでミニマリストが教える服の減らし方、手放し方という話でした。最後まとめです。ポイントとしてはですね、1つ目、服は増殖して部屋と心を圧迫していくんですよと。2つ目、じゃあ捨てるのどうするのって言われたら、捨てるべき服リストに沿って仕分けしていくと簡単ですよ。もうね、蓮舫さんになったつもりで、これはね迷惑なもの、これはゴミみたいなね、どんどん仕分けしちゃえばいいと思います。続いてポイント3つ目は、お気に入りの休日コーデと平日の私服の制服化をするとかなり残すものが絞られますという点ですね。最後、オールシーズンですね、着られるものを中心にすれば洋服は全部で20着程度で済むんですよということでした。これでですね、部屋がかなりスッキリして気持ちよくなりました。私の場合もですね、クローゼットの上半分ぐらいに洋服があるだけで、あとは他のものが入れられますので、外にね物が置いてあったり他の収納を買ったりとかしなくて済んでますので、全部ここのクローゼットに物が入っちゃうということで、非常にスッキリしたお部屋になりました。なので、まあそれで家賃も浮きましたね。私が住んでるところ6畳 1K なんですけど、非常にですね、中広く使えています。もっと広いお家に遊びに行っても物が多すぎたり収納家具が多くてね、歩ける場所うちより狭いじゃんってお家結構あるんですよね。でも私はもう全部クローゼットに物がね入るようになっています。洋服がですね、やっぱかさばらないからそういう風にできていますので、狭い部屋でもね快適に使えるようになって、家賃もどんどん安くできますので、洋服を片付けるっていうのは非常におすすめです。いかがでしたでしょうか。ちょうどね衣替えするよっていう方も多いかと思いますので、これ見ながらですね、もう一回リストに沿って洋服捨てていただければと思います。最後にお知らせです。私は普段、積立 NISA やイデコを活用したインデックス投資をお勧めしています。インデックス投資を始めるなら、SBI 証券がおすすめです。SBI 証券のメリット一つ目は、信託報酬が安い SBI V シリーズがあるという点です。二つ目は、クレジットカード積立で、毎月 0.5 から 1% のポイントがもらえるという点です。三つ目は、投資信託を保有しているだけで、毎月ポイントがもらえる点です。また、楽天証券もおすすめです。楽天証券のメリット一つ目は、画面がとっても使いやすいという点です。メリット二つ目は、楽天経済圏の人にはスーパーポイントアッププログラムといって、楽天市場のお買い物が毎回 0.5% アップされる点です。さらに最近は au 株コム証券も紹介させていただきました。 au 株コム証券もクレジットカード積み立てで 1% のポイントがもらえるのに加えて、 au UQ モバイルユーザーの場合は最大 5% までもらえるポイントが増えるので、とってもお得です。概要欄に URL を載せておきますので、ぜひ証券口座を開設してインデックス投資を始めましょう。また私が作った動画の中で人気なのが、月5万円稼ぐ方法っていう、モッピーやハピタスというポイントサイトを紹介した動画になっています。こちらですね、副業とか転職が大変だしめんどくさいなっていう方もですね、簡単に月5万円そして総額100万円ぐらいを稼げてしまいますので、ぜひポイ活チャレンジしてみていただきたいと思います。こちらですね、紹介コードから始めると、モッピーだとプラス2000ポイント、ハピタスだとプラス1000ポイントもらえて、とってもお得ですので、概要欄の URL から始めてください。また私が普段ルームツアーしてる様子とかを見て、その商品どこで売ってるんですかって必ず聞かれるんですよね。そちらも概要欄の私の購入品っていうところから、私の楽天ルームが見れますので、普段購入しているものはそちらでチェックできます。そして私が今年一押しのサービスはオーディブルです。私は今まで本が全然読めなくてコンプレックスだったんですけど、今年からこのオーディブルっていう耳読できるサービスが紙サービスになってですね、こちらで月10冊本が耳読できるようになったんですよ。このサービスはですね、最初の30日は無料で本が聞き放題、さらに2ヶ月目以降もですね、月1500円で利用できるんですね。これで読書が苦手な人でも月10冊ぐらいは聞けちゃいますので、1個の本150円ぐらいで耳読で簡単に聞けちゃうっていう、めちゃめちゃお得なサービスです。なので、もっとお手軽に勉強していきたいよっていう方はですね、こちらのオーディブルをぜひ始めてみてください。こちらも概要欄に URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてください。さらに今だけ限定で3ヶ月間無料キャンペーンを実施中です。プライム会員で7月25日までに新規申し込みされた方が対象になります。概要欄の URL、 こちらの QR コードからチェックしてください。ここだけの話なんですが、無料キャンペーン中にすぐ解約申し込みをしておくとですね、キャンペーン期間は短くならないんですが、その後自動課金されなくなりますので、それが一番お得な使い方かなと思います。3ヶ月あれば30冊ぐらいの本が聞けます。またオーディブルでは欲しかった本がなかったよっていう場合はですね、今 Kindle Unlimited も3ヶ月99円のキャンペーンを実施中なんですよね。今 Amazon Audible と Kindle Unlimited が熱いんですよ。こちらも QR コードまたは概要欄の URL から始めてください。まあ両方無料と99円なので申し込みしておくのが吉ですね。こちら今だけのキャンペーンなので見逃さずに申し込みしましょう。また私はブログや Twitter もやっておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。本日の動画は以上です。皆さんありがとうございました。